はい、どうもすねす。今回はね、サムネタイっていうのもあるように、明日から登場する新キャラについて喋っていこうかなと思っております。ということで、皆様お久しぶりでございます。一応ね、先週に生放送したその後なんですけど、まあこの動画としてのあれは、結構久しぶりなんじゃないでしょうか。まあパープルアプリ自体、何も動きなくて、まあ自分もね、何も動画上げてなかったんで、まあこうなったわけですけど、まあね、明日から登場する新キャラ。まあね、ついにパープルアプリが、まあ動いてくれたということでね、それについて喋っていけたらなと思っております。ということで見ていきましょう。というか、まあ右に出てる二人ですね。まあこの二人が登場するようになってますよと。正式名称が、まあパープルアプリのツイッターから見ると、普通に吉田正尚選手、松井裕樹選手コラボとなってますね。特に銘打ってはないのかな、これ。って感じなんですけど、あ、ちなみに、このね、ハロウィンガチャがあるじゃないですか。ハロウィンガチャがね、この切り替わるタイミングで出てくるって感じなんで、もしこの2キャラ、まあ、ミンミンとか、この、しのぎくんが、まあね、レベル45で取りたいなって人は、まあ、注意してください。まあ、ミンミンは解放できるんですけど、まだまだ。しのぎはね、ちょっと解放がこいつしかいないんで、大変なんで、まあ、取りたい人は取ってくださいよねって感じですね。あと、この、サイキッカの、デビューガチャもなくなりますし、でルーカス・ジョンソンも消えますと。だからこの3つのガチャが一掃されて、新しくね、2人のキャラが出るって感じですね。で、まあ、この2人なんですけど、皆様ご存知かな？僕、最初見たとき、って思ったんですけど、まあ、松井裕樹と吉田正尚ですね。まあ、日本プロ野球を知っている方であれば、まあ、みんな知ってるだろう。まあ、プロスピやってる人も知ってるかな？まあ、東北楽天ゴールデンイーグルスからサンディエゴパドレスに行った、まあ、守護神のピッチャー。まあ今はパドレスでリリーフで60試合ぐらい投げたのかなの松井裕樹選手。まあ NPB ではセーブ王とか取ってますね。うん。で、吉田正尚。オリックスバファローズから、ボストンレッドソックスに行った。まあオリックス屈指のスラッガーの吉田正尚。この二人が出るって感じとなっております。で、それぞれ性能がね、結構面白くなっていて、まずは松井裕樹から見ていくと、SR 以上で投手なら、至高のクローザー、またはドクター K と変化球プライド、または復活のコツがもらえて、球速上限アッププラス2を持っているよって書いてるんで、まあ、球速上限アッププラス2なんで、これは、まあ、まあ、あんまなんですけど、これはどうでもいいですけど、大事なのが至高のクローザーですよね。まあ、今まで取れるキャラで言えば、得意練習が変化球速なんで、先変化なんで、2525が真ん中にある。再起化だと真ん中にある形になってますね。で、そう。今までクローザーのキャラクターって誰が取れたねみたいな話なんですけど、まあ2キャラいてね。まあ全員一と、んで、あともう一人がこの、イタドリですね、イタドリ。全員一とイタドリで、まあこれ、同じ話をあったいって言っていたいた。どっかでしてたかわかんないですけど、この2キャラマジで性能が似たり寄ったりで、骨イベントボーナスが2人とも一緒の 120%。で、なんなら得意練習率アップも練習効果アップも一緒だったっけ。で、金徳はまあ、至高のクローザーだけなんですけど、これは松井裕樹も一緒なんですけど、なんで、ね、とにかく似たり寄ったりなんですよ、二人とも。なんで、この二人のどんぐりから抜け出せるのかみたいな。まあ、正直、この二人もサイキッカーであんまし、その強いかって言われると、まあ、ちょっと昔のキャラなんで、若干きつめなとこはあったんで、そこで松井裕樹がぐぐぐっと入ってこられるか。そして、この、2つ目、ドクター K と変化球プライドのコツがもらえるって感じですよね。このドクター K 変化球プライドについては、まあ、ドクター K はまあいいし、変化球プライドも、まあ、敏捷食うんで、まあ、しんどいっちゃしんどいコツではあるんですけど、関東くんの、エピローグで確か変化球対抗心がもらえたんで、まあ、そこでね、まあ、骸骨がちゃんともらえるようになってるんで、軽くは取れる感じになってます。で、まあ、復活オンリーはまあ、正直あれなんですけど、まあ、でも復活自体ね、オリジンサクセスではめちゃめちゃ強くなってますね。で、今のね、デッキで言えば、ここに指導くんを入れたこのデッキがまあ、オーソドックスなデッキになってるんですけど、で松井裕樹が変化球速の後指キャラなんで、まあ、どこに入るかっていうと、多分骨指ボーナスとか、やる気効果アップを高めに設定しているのであれば、まあ、どうだろうね。今、前さん、後さんで均衡取れてるんで、ジョンソンは外せないし、あ、後イベで入れ替えるとしたら、そうだね。明神かな？明神と入れ替えになるのかなとわかんないですけどね。そうなってくるんじゃないかなとは思ってます。やる気ボーナスないんで。まあ、正直テーブル次第ってところではあるんですけど、入れ替える可能性であれば、まあ、ここなのかなとは思ってますね。まあ、あとはなんだろう。松井裕樹のコツ、まあ、左投げなんで、
左投げがどうなるかっていったような感じではある。あと選手能力は73なんで、確かパープルだとなんだ奪三振とか持ってたから、まあそこら辺のコツがもらえるのかなみたいな話なんですけど、まあ期待っちゃ期待っすね。まあ再起化で変化球速っていう得意練習を持ってるんで、まあ今後もね強く使える可能性の高いキャラクターなんでね、まあ下手になんだろう、あのメンタル練習とか守備練習とか使いづらい得意練習じゃなくて、今後も使える性能になっているであろうキャラクターなんで、まあまた変化球速が強くなっちゃったねみたいなことっすよね。まあクイーン心しかりね、うん、まあ指導しかり、まあ、こういうキャラが増えてきたんで、まあ面白いかなみたいな感じですね。そして2キャラ目が吉田正尚ですね。吉田正尚選手はSR 以上で野手ならアーティストと混合または重戦車のコツがゲット可能ということで、まあまあ1位吉田正尚ファンとして言わせてもらうと、重戦車は違うだろう、勝負師とか、まあまあアプリの事情もあったんですけどね、まあ、さよなら男とかくれちゃっていいんじゃないかなと思ったんですよね。まあまあまあ重戦車今後まあいいでしょう、まあ、アーティストはそりゃそうっす、うん、でまあ吉田正尚選手の性能で見ていくと、これめちゃめちゃ強いですね。あとミート上限アッププラス6、パワー上限アッププラス4なんで、またまたパワー上限アップが増えちゃうみたいな感じなんですけど、現在の闘争学園帝王実業が帝王実業のデッキで言えば、まあこれにねルーカス・ジョンソンを入れたようなデッキになるんですけど、ちょっとレベル48ですいません、まあ、このデッキになってますね。このデッキでまあどうすんねんって話なんですけど、賞味ルーカスかなこの枠としたら、吉田は後指です。後指なんで前に後4にして吉田をルーカスのどこに入れるんかなかな、うん。あと、イーベで入れ替えるとしたら、まあ、友沢は無理だし、まあ、アリーナ野球かな、入れ替えるとしたらってなるんですけど、あ、え、そっか、あ、え、どうなってんのこれ、え、あ、前4後になってんのか。じゃあ、ルーカスのところに入れ替えれたら、前3後3でできるんで、多分そこになるのかな、うん。って感じになりますね、うん。で、そうすればね、めちゃめちゃ面白いことがあって、ここに吉田を入れたとしたら、まず大谷と、で、友沢で新降格法が取れますでしょ？で、この、ササイルじゃねえ、アリーナ野球か、アリーナ野球で新勝負師が取れますよ。で、大谷とね、吉田正尚で新アーティストが取れるということで、ついに二次特三つ編成が可能になっちゃうみたいな、えぐいことが起きますね。うん。それがね、どうなるかって感じです。で、得意練習が筋力打撃なんで、まあ純粋に大谷と同じ得意練習なんで、ここと入れ替えるっていうのも一つなのかな、うん、わかんないですけど、とにかくめちゃめちゃロマンがあります。で、思考を突き詰めていくのであったら、もうちょいデッキの編成も変わってきますし、なんだろう、アリーナ野球を外してミンミンとかを入れるのかな。二塁手育成だとミンミンって確か、ああ、でもミンミン前尾か。前尾多いな。そう、だから前尾が多いんすよね。この帝王実業の適正キャラって。なんでね、前尾が多い中で、この後指でね、めちゃめちゃ強いキャラ、おそらくボーナスもそれ仕様でしょ。帝王実業仕様だと思うんで、それに合わせた感じで来てくれるのなら全然強いですね。ただ、まあ、帝王実業自体、まあどうだろう。続くのかな？どっちが先か。次の秋の強化、冬の強化ルートだと、どっちかな、野手が来るのかな、わかんないですけど、環境のこと考えたらどうやねんって話なんですが、まあ、少なくとも、この大谷選手と得意練習被ってるし、なんなら金徳も二次得にできるんで、この二人の相性がめちゃめちゃいいわけですよ。なんでね、この二人がセットで使われるようなことがあれば、まあ、長く活躍できるんじゃないかなと思ってます。で、吉田正尚選手ね、あれなんですよ。右投げ左打ちなんで一応特徴言っておくと、まあ、そこら辺は、やっぱあんまないかな。左打ち右投げ、まあ普通かな。まあなんですけど、まあめちゃめちゃ強いですね。あと、パープロ理論だといえばめちゃめちゃコツ持ってた印象がある。なんだろう、安倍日持ってたし、まあ連発とか持ってたかな。結構コツ持ってるんですよ、パープロ見たら。なんで、そこら辺のコツイベも楽しみなところではありますよね。なんで、この筋力、打撃筋力の得意練習。まあ、最近ね、ここオリジンになってからめちゃめちゃここら辺の線が強化されてるわけですよ。まあ、今までだと野手って、まあ、打撃走塁がめちゃめちゃ強かった感じなんですけど、まあ、最近はまあ、打撃はまあ、もちろん強いんですけど、筋力のキャラがめちゃめちゃ強化されてきてるんで、まあ、そこら辺も若干楽しみな点ではあります。なんで、ここで吉田正尚選手、だからルーカス入れ替えなのかな？で、入れると、
これ、打撃6枚筋力2枚とかいうね、なんかアホみたいなデッキができるんで、まあ、そこら辺が楽しみな感じですよね。打撃6の筋力2か。だから打撃を6枚積みつつ筋力と守備で2枚って感じなんで、まあ基本的に打撃に固めつつ筋力守備でサブで固めていくみたいな感じになっていくのかな。まあ結構面白そうな感じがします。そこら辺が楽しみなところではありますよね。ただこの2人ね、やっぱり新規のキャラクターなんで、まあそこら辺の取りやすさがどうなのかみたいな感じであります。2人とも完全新規なんで、まあ期間空いてたからお前ら石溜まってるよなって理論かもしんないんですけど、イベントを全く打ってないんで、パワープロアプリさん、そう、石を全くもらえないですよ。一応ね、同時にイベント開催するかな、世界の栄冠だったっけ、なんかそんな、あれ、世界の栄冠じゃない、なんかあるじゃん、なんかマス進めていくやつ、あれが同時開催されるんで、まあ、そこで石がある程度もらえるはずなんですけど、それだけじゃ足んねえよということでね、若干石がきつい人はいるんじゃないでしょうか。なんで、まあ、石を結構使う感じになるのかなと思います。今の日付が11月10日と、で、登場するのが11月11日ですよ。で、まあ、ハロウィンとか、まあ、クリスマスとか年末年始までもう1ヶ月ちょいのわけじゃないですか。なんで、そこら辺で、まあ、結構厳しいかなっていう人もいると思うんですけどね。まあ、一人の一 NPB ファンとしては、まあ、引かざるを得ないという感じなんで、まあ、すぐ引きます。うん。でも、まあ、引かない人であれば、まあ、若干、まあ、そこら辺はスルーしやすいのかなと思ってます。2人とも完全新規っていうのはやっぱきついですね。で、一応引く人であれば、まあ、一つおすすめをしておくと、パワースピポイントクラブから入れるコナミのゲームストアですね。そこで、ちょうどね、ガチャが登場するまでの間に、このハロウィンのね、限定セールっていうのがあって、2000円で安い石が50個買えるようになってるんで、まあ、そこをね、一つ買っておくのがおすすめなのかなと思います。2000円で50個は、まあ割とお得ですよね。うん。なんでそこら辺で買っておくとか。まあなんだろう、他にもまあパークへ進めて石集めるとかそういうのかな。まあいろいろあるんですけど、まあ2人とも完全新規なんですけど、2人ともちゃんと強い性能となってますし、まあおそらく2人とも即戦力になっていると思うんで、まあね、パワープロを頑張りたい、久しぶりのパワープロアプリですよ、の更新を頑張りたい人とかね、まあそういう人は頑張っていきたいなと言ったような感じですね。一応そうだ、二人とも選手能力見るとあんまし高めではないんで、金徳とかあんま持ってなさそうな気がする。まあなんでそうですね、まあ現役野球選手が、まあどんどん登場していく中で、まあ結構ね、嬉しいことでありますよ。まあ個人的にはですよ、個人的にはそういうね、現役プロ野球選手どんどんね、パワープロアプリに入れてほしいんで、そういうのが登場して、まあ、いろいろ盛り上がってくれたらなと思いますよね。なんか特に吉田正尚とかさ、そうじゃん、本当に今日、昨日のニュースで、まあ、某佐々木朗希選手が、なんかポスティングどうやらで、で、比較されて山本由伸やら吉田正尚のオリックスの選手の例が挙げられてたりしたんですけど、まあ、ちょうどもちろん狙ったわけではないと思うんですけど、まあ、その最中の話ですよ。まあ、結構それで、知った人は、まあ、一部いるんじゃないかなと思うんでね、はい。まあ、ホットな話題って感じでした。なんで、まあ、佐々木朗希投手も、どうなのかな、まあ、いずれパープルアプリに来るのかな、活躍したら分かんないですけど、まあ、楽しみにしてます。あと、鈴木誠也とかさ、今永翔太とかもさ、向こうで頑張ってくれてる選手なんでね、まあ、どんどんこっちに取り入れてもらってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、結構ね、新規キャラになっちゃうんで、そうなると、反発は出そう。けど、まあ、自分は引きます。あとね、レベル40なんぼで41で使えるのか使えないかみたいな、レベル45にしなきゃいけないのかみたいなことになったらね、さらにちょっとガチャ厳しくなるんで、そこら辺はまあ若干怖いところではあるんですよね。まあ皆さんの意見などを聞かせていただけるとありがたいです。あと栄冠クロスの方にもね、まあ森友哉とか藤浪とかさ、で宮城とか今宮とかさ、まあ現役で強い、あと高橋コナがそう現役で強い、選手も出てきてるわけですし、まあ、最近ね、だから NPB とそういうパワープロとかコナミのねつながりが、まあ、元々プロスピとかであったんですけど、そのパワープロ方面でつながりができているのは個人的には嬉しいんじゃないかなと思いました。という感じでした。はい。ということで皆さんの意見などを聞かせていただけるとありがたいです。ということで次の動画でしょう。バイバイ。